Let's do it.登った先の暗がり、星が綺麗に見えるってさ。地べたに寝転んじゃうあたり、あ、君らしいなって思ったり。時間を忘れて夢中になった、赤信号は点滅してる。肌寒くなり始めた季節に、僕らは初めて手をつないだ二人の物語。で一つの傘を差したり、ブランコに乗り星を眺めたり、星ボタン式の信号機をいつも君が走って押す下り。仰向けになって見たミス道に浮いてるみたいってさ、はしゃいでる君とその横でさ、もっとはしゃぐ僕なら本当に飛べるような気がしていた。ふわふわと夢心地、君の隣、君の見る景色を全部僕のものにしてみたかったんだ。君を忘れを全部君にも見せてやりたかったんだ。高いココアを一口、いつかまた会う日まで。かっこよかったですね。豚骨ラーメンマシマシみたいな。油も何にもマシマシっつったね。もうね、どっちが前に出るかみたいな、もうすごいやつだったですね。これはなかなかね、見応えがありました。素晴らしかったです。ありがとうございます。聞いてるこっちもなんかすごいなんか気持ちよくさせてくれるような2人 の、 あの歌い方と熱量っていうものがあって、すごい良かったですね。マリカさんの歌う前からもキャラもめちゃめちゃなんかこのバイブスが僕大好きで、一旦あの尿検査してもらっていいですか。お酒飲んでないんですけど、もうこういうテンションなんですよね。これが最高なんですよね。最後にお二人のコーチを務めてくださいました、はい、ゆりさん、こう佐々木さんと西川さんどっちもやっぱりこう歌が抜群にうまいのは、うん、あのブラインドオーディションの時に分かってて、お互いが得意な曲って全然違うなとあの時思って、どっちもが苦手な曲で今回はやろうと思って、うん、二人にはすごく意地悪をしちゃったなと思ってるんですけど、こうした方がいいんじゃないかなってこう伝えたことが、それを超えてくる歌い方をどっちもしてたので、今日はすごく聞いてて一コーチとしてすごく誇らしい気持ちになりました。ありがとうございました。勝者を発表してください。お願いします。今回の勝者は
西川雄三郎さんで。ありがとうございます。もうなんかもうありがとうございました。Thank you。いやゆりさん、はい、ゆうざぶろさんなんですね。もうめちゃくちゃかっこよかったなって、声がめっちゃかっこよかったし、今回はキーがだいぶ多分高かったと思うし、あの熱量でこの曲を歌ってるのが自分も負けたくないなって思いましたね。改めて勝者は西川ゆうざぶろさんでした。おめでとうございます。待ってます。